久しぶりな感じですね。はい、お久しぶりです。これ社会人になったんでしたっけ。そうです、社会人になって最初の最初のですね。まず出してみていかがですか。はい、同級生シリーズとはまた変わった感じで、うん、すごく大人な女性にちょっとでも慣れたんじゃないかなと思っているので、すごく自分でもいい作品になったと思ってます。はい、今までになかった途中でこうメイキングが挟む形になっているので、うん、そこがまた面白いなって思います。私が結構お気に入りのシーンは、まあ、海のシーンとプールのシーンと、あとアイスを食べてるこの黄色の壁で立ってるこのシーンが結構好きなんですけど、ハワイは結構雨が降ってたんで虹が結構たくさん出て、ちょうどこの撮影をしてる時も虹がパーって出てきて、アイスも虹色のかき氷を食べながら撮影もできて、すごい思い出に残ってます。大人っぽいなってところは多分この部屋のシーンですかね。服をこうバーッと脱いでベッドの上でグタグタしてるシーンなんですけど、ゴロゴロしてすごくちょっとは色っぽくなれたんじゃないかなって、顔立ちも大人っぽくなったって言われるようになってきたので、多分それはグラビアをやってたおかげなんじゃないかなって今すごい思っているので、多分中身も見た目もちょっとは大人になれてると思います。念願だった車の免許も取ることができて、まあ、卒業もして、気分的にちょっとやっぱり大人になった気分なんですけど、でもまだまだやりたいことはたくさんあるので、2014年もこうやりたいことをどんどんやっていきたいなって。具体的にはそうだな、でもどっか旅に行きたいですね。また今写真が好きで、あの2013年に写真を始めて一人で小豆島に旅にも行ったんですけど、また一人旅しにどこか遠くに行きたいなって考えてます。趣味に刑事ドラマを見ることって書いてますけども、はい、なんかでも最近のも見たりはするんですけど、やっぱり西部警察とか危ないデカとか、ちょっと昔のダイナミックな方が私はなんだろう、ハラハラするというか。今年でも西部警察や上映これから回るんですね、全国。じゃあ見に行きたいです、劇場で。待ってください、ありがとうございます。ありがとうございました。